ち上げる。おはようございます。おはようございます。今日はここはどこですか？ここは、神奈川県の、中町台になります。今日よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。緊張してますが頑張ります。でこれからタクシーに乗って、スタジオまで現場に移動って感じで、はい、よろしくお願いします。みんなびっくりしますよ。こんなに坂多いんですか？本当ですね。タクシー選んで正解でしたね。そうだね。あ、大体もうこの今から行くところはとても歩いては行けてるあれじゃないですけどね。あ、本当ですか？お仕事で行くんですか？そうです。初めての現場なので、ちょっとドキドキしてた。内容もちょっといつもやらないような内容。あ、仕事の内容が。そうなんですよ。なんでも初めて行ったらドキドキしますね。いや、本当ですね。何の職人さんなんですか？ダンサーです。踊ってます。あ、職人さんじゃないんですか？失礼しました。いや、スマートだなと思ったんですよ。いや、そんな。割とでも思ってたより浅い、はい、あ自分もなんかちょっと見てあちょっとこのくるぶしぐらいまであるのかなと思ったんだけど、はい、割と多分足の甲まで行くかいかなと思う。
すみません、お見苦しいものに。あ、いいですね。どうですか、先生。はい。すみません。そうですね。そうですね。すみません。おかしいんです。ごめんなさい。私の調査は私の調査。安いし、眠ってるし。はい。90cm で済ませなかった。そうですね、さっき監督とちょっとあのないこうのないって言ったんですけど、 90cm のまま行くことになりました。縦はでもあの長いみたいなので、横にこう移動する表現を縦バージョンで、前後バージョンでやりましょうって話になって、そんなところすぐ乗ってない。なんとか頑張ってます。ですか、うん、硬くなさそうなんですよ、ね、あ、中で取り入れてません。どんな感じでした？やっぱり横浜との戦いだな。本当に狭そうでしたもんね、横自体は。そうだね、でも縦の動きをどれだけ滑るかって思います。なるほど。頑張ります。